信用保障協会は信用保障協会法によって設立される認可法人で法人税法別表を第2に掲げる公益法人等である。中小企業が市中金融機関から融資を受ける際にその債務を保障することで中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的としている。一般に中小企業が 銀行などの市中金融機関から融資を受けようとする場合、その成長性や経営のリスクが大企業に比べて大きいため、融資を得ることができなかったり、調達できる額や条件において不利になったりすることが多い。それを解消し、中小企業がスムーズに資金を調達できる、要、信用保障協会は、中小企業の委託に基づき金融機関に対して、信用保障を行う。 これは、大企業と比べ資金調達上の不利性を持つ、中小企業の信用力を補完し、中小企業と金融機関との架け橋になることで、中小企業の資金調達の円滑化を図るものである。協会の信用保障に基づき金融機関は、中小企業に融資を行い、信用保障協会は信用保障の対価として、信用保障料を借り手の事業者から得る。 非保証人である企業が何らかの理由で返済が困難になった場合、金融機関の請求により、協会は金融機関に対して大弁済を行う。これにより協会は求償権を取得し、企業、または連帯保証人から全額に遅延損害金を加算した再建回収を図る。大弁済が行われた場合、中小企業信用保険法に定める。 保険事故に該当し、株式会社日本政策金融公庫から大弁債額の7割、8割または9割の保険金が支払われる。信用保証協会は各都道府県に1協会ずつ存在するほか、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市にはその市を対象範囲とする信用保証協会が存在し、全国で51の信用保証協会がある。 関連企業として、再建回収会社の保証協会再建回収株式会社があり、信用保証協会から再建回収を受任している。ただし、2018年以降同社への受任の解除が相次いでいる。同様の公的信用保証制度は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、韓国、台湾などでも採用されている。 信用保証協会は株式会社日本政策、金融広告との間で再保険契約を結んでいる。これにより、信用保証協会は保証契約額に応じた、保険料を支払い、大弁済時に回収不能となった場合は、保険事故となり所定割合を乗じた保険金を受け取る。信用保証協会は、第三者の連帯保証人を必須としてきた。 このため企業経営者の親族が連帯保証人にされることも多く社会問題となっていた。これに対して中小企業庁は平成18年3月31日信用保証協会における第三者保証人上級の原則禁止についてという通達を出すに至った。全国52の信用保証協会の96%に当たる協会の会長。 理事長職が地方公務員の甘下りで占められているという指摘がある。役員名簿が公開されている名古屋市信用保障協会では役員19人のうち地方公務員の甘下りのほか地元銀行の会長役員が大半を占めている。創設期戦後から1950年代1960年代から1980年代1990年代現在 ありがとうございます。